東広島市の美味しい魅力を紹介。酒蔵の町ならではのグルメなお店が登場します。隠れ家のような古民家カフェでいただく絶品スイーツにこだわりのランチ、なんかいい匂いしませんか？ねえ、ここだね。美味しさの秘密は水、日本酒の仕込み水を使ったパンです。日本庭園の美しいイタリアンレストラン、自家製ピザもこれまた絶品。広島県のほぼ中央に位置する東広島市、1650年頃から日本酒造りが始まり、現在も市内には日本酒メーカーが10社あります。中心部西条にはそのうち7つの酒蔵が並び、日本三大酒どころと言われています。酒蔵の町は観光名所として、日本国内はもちろん海外の旅行客からも人気です。酒の都首都西条を食べ歩くのはこちらのお二人、倉本康子さん、お酒や食べ歩きが大好きなモデルです。タティキャットさん、ドイツ人で日本が大好きなユーチューバーです。素敵な方だね。素敵だね。うわ、まず訪ねたのは主戦館。1929年に建てられ、ほぼ当時のままの姿で残っています。建物の中もアンティークな雰囲気。酒蔵の一つ、鴨泉の日本酒を飲み比べることができます。日本酒をこよなく愛する倉本さん、そのお味は？美味しい。今日の私の服に合うような感じで似合うね。なんか女性が好きそうな味だと思います。酒蔵の町西条を訪ねたら、ぜひ日本酒の飲み比べを。お酒を楽しんだ2人は美味しいお店を探して歩きます。カフェトレカーサ。トレカーサ。トレカーサ。なんか美味しい予感がしますね。ああ、いい路地だ。すごい。もうなんかいい感じ。いい予感。いい予感。なんか見つけたり。ここだ、ここだ。トレカーサ。トレカーサ。すごい、こんな古民家な。いい雰囲気。こんにちは。すごい素敵なカフェですね。結構明るいし。すごい素敵な。また家具がおしゃれですね。なんかインテリアもすごく素敵ですよね。そうですね。普通の民家だったんですけど、住居用だったんですけども、そこをこう思い切って全改装して。酒蔵通りからこう細い路地をこう入ってきて、はい、この古民家カフェを見つけるとすごい。テンションが上がりますよね。オーナーの三宅さんは岐阜県出身。いつかはカフェを開きたいと思っていたそう。東広島で奥様に出会い、この古民家を見つけて脱サラ、カフェをオープンしました。自慢はこのシフォンケーキ、ワンホール丸ごと出てきます。じゃらん、インスタ映え。痛いね。結構でも高さがあって大きい。これ一人分ですか？一人でも全然あっさりしてるので食べれちゃいます。美味しい。これは一本丸ごと食べれます。食べます。最初の辺はもう食べれるかなと思ったんですけど。続いては人気のランチメニューをご紹介しましょう。豚と彩り野菜のせいろ蒸し膳です。彩り豊かな野菜が並び、見て楽しめるランチでもあります。西条っぽい感じのものっていうと、どれが西条っぽさになるんですかね？そちら2種類のタレがあるんですけども、はい、そこに甘酒をも入れてまして、この白い部分が甘酒かな？白い部分ですね。ごまだれとポン酢の方と両方甘酒が入ってます。いただきます。やっぱり甘酒の入ることによってコクが、甘さもさらに増すし、美味しい。あとはそちらの茶碗蒸しがあるんですけど、はい、その器がおチョコ。おチョコだ、本当だ。はい、一口サイズの、滑らか、美味しい。
古民家を改装したカフェ、落ち着いた空間で思い思いの時間を楽しんでください。酒蔵の町には日本酒造りに使われる仕込み水があちこちに湧き出ています。なんかいい匂いしませんか？ねえ、パン屋さん。酒蔵の町に溶け込む外観、ココロンです。パンがいっぱい並んでありますね。ねえ、なんか今まで見たことないパンが多いですよ。心をくすぐる美味しそうなパンの数々、どんな秘密があるのでしょうか？あえて聞きますと、パンの特徴とかって何かあるんですか？すべてのパンに酒蔵の仕込み水を使わせていただいています。仕込み水を、はい、毎日汲みに行って、はい、まさに西条のパンですね。西条のパンですね。数あるパンの中から倉本さんがセレクトしたのは甘酒のフレンチトーストです。うん、うん、うん、甘みがいいですね。優しい甘さ、甘酒の、うん、甘酒ですごいコクが出るんですかね。甘みもすごい柔らかいし、やっぱ全然違いますね。カティさんが選んだのはベリーベリー。見た目が可愛いですね。うん、味が合いますね。やっぱそのベリーの酸っぱさがカスタードクリームにキャッチされて愛情がいいですね。福井県出身の林さん、学生時代西条のパン屋さんでアルバイトをしていて、いつかはパン屋さんを開きたいと夢を描いていたそう。2年前にその夢を叶え、学生時代を過ごした西条に奥様とパン屋さんを開きました。西条の美味しい水と町への思いが詰まったパン、ぜひ訪ねてみてください。赤レンガの煙突と白壁、風情ある通りを歩くのも首都西条ならではです。なんかレストランっぽい、なんかイタリアンの旗がありますね。ピッツァリアアスペット、あーすごい、なんか普通に一般家庭のような感じも素敵じゃないですか。日本の家の中にイタリアのピッツァリア。こんにちは、お邪魔します。あ、すごい、この和の庭、なんか面白い、日本庭園みたいな、このお庭がいい感じ。素敵、本当に。こちらイタリアンレストランだとは思うんですけど、もともとはどういうところだったんですか？もともとは古民家になります。あのお庭の景色もですね、季節によって、あーいいですね、違うんだね、きっと色も。またお楽しみいただけるかなと。ピッツェリアアスペッタ、日本庭園を眺めながら本格的なピザを楽しめます。うん、うん、生地がもっちりしてるからすごい美味しい。うん、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 チーズが濃厚で嬉しい。ピッツェリアアスペッタではオリジナルのピザに合わせて西条のお酒を一緒にいただくことができます。日本庭園とピザとお酒、絶妙な組み合わせをゆっくりと楽しんでみてはいかがでしょうか。あー、仕込み水を、あ、組んでる人がいますね。こんにちは。こんにちは。あ、これはご自宅に持って帰られるってことですか？そうです。あ、何に使うんですか？コーヒー入れたり、あ、お味噌汁。じゃあ毎日来られるんですか？そうですね、空いたらこの美味しいってみんな言ってくれます。地元の皆さんの生活に溶け込む日本酒の仕込み水、その井戸の真ん前に素敵なお店を発見しました。創業から113年の歴史を持つ日本茶と茶道具の店、平野園。お茶のいい香り、あ、こんにちは。お茶がいっぱいあるよ、お茶がいっぱいある。うわ、テンション上がりますよ。私お茶大好きですよ。本当、すごい。もう店内にはお茶の試飲コーナーもあります。お茶飲むこともできますね。はい、なんか美味しいお茶の作るコツ、入れる方のコツありますか？少しあの冷ましたお湯でゆっくり入れてもらうと、あの甘みが増しますので、煎茶で70度ぐらいに下げた方がいいかなと思うんですけど。うわー、嬉しくなります。
お水が酒蔵通りのお酒の仕込み水を使わせていただいてます。じゃあ美味しいでしょう。甘いですね本当に。あー本当に全然違う。スイートグリーンティーじゃないですか。いただいたのはその名も酒蔵通りの名がついたオリジナルのお茶。さらに首都西条の絵柄の茶碗もあります。お茶の香りの中で美味しいひとときを過ごしてはいかがでしょうか。脈々と受け継がれてきた酒造りの伝統を感じながらの食べ歩き、続いては、あー西条駅前に噂の新店がここだ。スモアねえ、お鉄板バルスモア。いらっしゃいませ。はい、ありがとうございます。はい、いらっしゃいませ。こちらってどういうコンセプトのお店なんですか。ここは、東広島の地酒と鉄板料理をメインにした居酒屋になってます。西条のお酒、西条のお酒も各種揃えてますし、お酒を使った日本酒を使ったカクテルなんかもやってますので。あ、それ私なんだそれ。はい、お待たせしました。はい、あーすごい。あ、こちらがカモツルモヒート。カモツルモヒート。カモツルモヒートは酒蔵の一つ、カモツルの辛口の日本酒を炭酸で割ったものです。こちらが自家製いちごのシュワです。シュワバって何ですか。このスプーンでこのいちごを潰すんですか。潰しながらやるとシュワシュワってなるでしょう。おー、あー結構すごい。シュワバ、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 シュワバ。いただきます。一番よく出てます。一番人気ですか。この2つ確かに隣の女性も飲んでますよ。いいね、ほんのりめっちゃうまいですね、これね。うわこれ一番人気、わかる。甘いし、でもすごいフルーティーが味してて。カウンターの中にある鉄板、お客さんの目の前で様々な料理を作り上げていきます。お待たせしました。わーすごい。おすすめは秋津さんの蒸し柿、レモンだけでその風味を楽しめます。これは贅沢な柿だこと。おいしい。旨味が本当に、これはもうフレッシュなお酒で、牡蠣の旨味と一緒に最高のパートナー賞を差し上げたいと思います。おお、乾杯。酒蔵の街を食べ歩いたお二人、その感想は。最初のいいところはやっぱり人が優しい、食べ物も飲み物も美味しい、お酒がみんなでなんかつながってたりとかするじゃないですか。一緒に働いたり、一緒にお祝いしたり、一緒にこの感じ飲んだり、その一緒って感じがすごい大事だと思っててね。え、あ、よかった。そういうのが一番嬉しいですよね。日本酒が取り持つ縁で乾杯。乾杯、ね、乾杯。酒蔵の街西条で見つけたおしゃれで美味しいお店、皆さんも東広島市を訪ねてお気に入りの店を探してみてはいかがでしょうか。